はい、こんにちは。前回に引き続き今回もちょっとコレクションムーンが開封したい、これね、コレクションムーンが開封したいということで、こちら、はい、この間買いましたスペシャルボックス、アローラロコン&ロコンポンチョのピカチュウスペシャルボックス、こちらを今日は開封して、中身を軽く紹介してコレクションムーンを開封していきたいと思います。前回、プレミアムトレーナーボックスね、開封をして、でそこからコレクションムーン、あっちは10パック入ってましたので10パック開封をやりましたが、大したっていいカードが出なかったので、今回はねちょっと1パックしかないけど、その1パックに最後かけたいと思います。もうちょっとさすがに追加で買うのは厳しいので、これが最後かなというところです。冬なのかちょっと静電気で滑りが悪くって全く開かない、取り出せない、手も冷たいし部屋も冷たいし、暖房を焚くとですねカメラにノイズが入っちゃうんです。よし来た、あー出ない、静電気を OK、 開きました。あーかわいい、すごいかわいいです。はい、バックはちゃんとね後ろデザインになってます。はい、左右はこんな感じ。これも結構かわいいぞ。はい、では中見ていきましょう。はい、開けたとこにもロコン書いてます。はい、で中身はこんな、あー落ちちゃった感じ。はい、まずこのパック限定のカードが1つ、それから、はい、お目当てコレクション3ムーンのパックが1個ずつ、よいしょよいしょ、出ないぞ。はい、はい、そしてこのパック限定のデッキケースとデッキシールド64枚です。はい、そして最後この子自体が、カードボックスとして使用できます。これは仕切りかな、で紙製の仕切りが3枚入ってました。はい、これはこの間出たばっか、いつだっけ、ついこの間だよ多分、1月の27かな、ちょっと発売日忘れましたが、ついこの間出たばっかりなので、まだ売ってると思います。ただねポケモンセンター限定になりますので、まあ近くにない方はぜひポケモンセンターオンラインで購入をしてみてください。これ結構可愛いのでおすすめです。そしてちょっとカードもちらっと見てみましょう。はい、ポンチョを着たピカチュウ、これもキラのカードですね、キラ仕様のカードで、結構可愛いです。まあ技は使えないかな。粉雪、コインを1回投げ表なら相手のバトルポケモン眠りにする、ピカボルト、進化できないですからね、ライチュウとかにね。ではちょっと今回はね、あのプレミアム、前回のプレミアムトレーナーボックスと違って内容量が少なかったので、動画のね内容もギュギュッと短くなっちゃいましたが、ラストこちらコレクションムーンを1パックだけですが開けたいと思います。お願いだから何か来てほしい。はい、では1パックのみ、運命の1パックのみでいきたい、見ていきたいですと思います。まずアローラコラプター、そしてアローラベトベター、そして325からの、おーギガイアスだ、またギガイアスだ、最後アローララプター、アローラのポケモンが多かった。はい、ってことで、今回も1パックでしたが、ギガイアス、レアのギガイアスが1枚でした。まあレアが出たからとりあえずはよしとしておきますかね。はい、ということで今回は、はい、こちらですね。はい、ポケモンセンター限定スペシャルボックス、アローラロコン&ロコンのポンチョ、あ噛みました。はい、ポケモンセンター限定スペシャルボックス、アローラロコン&ロコンポンチョのピカチュウスペシャルボックスね、こちらを開封してみました。ご視聴ありがとうございました。